バレーボールオランダ男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるオランダの男子バレーボールナショナルチームである。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟。1940年代の世界選手権、欧州選手権の第1回大会に初出場。バレーボールがオリンピックの正式種目となった1964年。 東京オリンピックにも初出場を果たした。1980年代後半から力をつけ始め、1989年欧州選手権でチーム初の銅メダルを獲得すると、1990年代に世界一の高さと攻撃力を誇る競合国へ躍進し、1992年バルセロナオリンピックで銀メダルを獲得。1994年世界選手権。 1995年ワールドカップでも銀メダルを獲得するものの、あと一歩のところで金メダルには手が届かなかった。しかし、オリンピック前哨戦の自国開催の1996年ワールドリーグで初優勝。1996年アトランタオリンピックでは、決勝で世界選手権に連覇中のイタリアをフルセットの激闘の末に破り、万年2位の汚名を、 返上するとともに、悲願の金メダルを獲得した。さらに、翌1997年欧州選手権で初優勝を果たし、FIVB ランキング1位へと上り詰めた。2000年代に入り、代表選手が入れ替わると成績は低迷し、2006年世界選手権、大陸予選プレイオフで敗退。20年ぶりに世界選手権の出場権を逃がし、 その影響で FIVB ランキングも24位と大きく落ち込んだ。また、2010年世界選手権大陸予選も3次ラウンドで敗退、2011年欧州選手権予選も3次ラウンドプレイオフで新興チームのエストニアに完敗し、1983年大会から連続出場していた欧州選手権も28年ぶりに出場権を失った。ありがとうございます。